こんにちは、マサヨの644です。今回は、ドラゴンボールドッカンバトルの身勝手の極意のスーパー2やっていきたいと思います。ちなみに、クリアしてるんですけど、ニコンかな?しました。ですね。あれは、千日記念の極意パーティーのやつで。なので、ちょっとゴールデンフリーザーやってみたいかなと思います。ちなみに、Z ハードが安定してクリアできてるので、そこで結構ずっとやってるんですけど、結構ね、負ける。時があって、たまになんか油断してると Z ハードでもスーパーちゃんとしてるとどんな感じやってんのかなってちょっと不思議に思いながらやっている。結構難しいと思うんだよね、普通に。もうちょっと、クリアできるかわかんないですけど、ノーコンで。ただ、どこまでいけるかな、ちょっと試しながらやっていきたいと思います。ゲーム、地獄系のやつ欲しいな、ちょっと思うんだけど。なるべく変な自己主しない感じで来ていける。なるべくこのターンで倒したい。よっか。でここがちょっと注意でワンパンされるのでお化け使います。これでビシッとどこまで暮らしている。わお。よし。お化け使わなくてもよかったよ。ただ使わなくて自己死するパターンも結構あるので、一応使いました。問題はここからだ。で、ここはアホみたいな強さになっているので、もしかしたら、ワンパンされる
可能性も。2月。なるべくならここで必殺技打ってほしかった相手に。スイーパー2の場合はここから先があるんだよね。確か。Z ハードの場合ここで終了なんだけど。あ、必殺技出なかった。珍しい。13万かな、ダメージ。持ってくるか。11万。まあ、12万弱。あっちゃん使いまーす。セルは防御性能強いので耐えてくれます。しかも制限そんなんなし。多分10万ぐらいかあるんだな。どっかにか、いや、決まったな。耐えられんのか、これ。21万。微妙。微妙すぎる、21万が。専属的な。気絶してくれると嬉しいな。そんな食らってないから使わない方が良かったんじゃねってなるけどな。よし倒した。次。うわ怖っ。ちょっと太いならない。頭おかしいだろ。スクラガンな相当の攻撃力。いやば、10万ぐらいくるんじゃない。それで
これ死にそう。ギリギリ耐えたけど。まっすぐに巻く。ここまでですね。強い。2本ぐらいだな。アイテム持ってても負けてた。はい、ということで、こんな感じで、数発はやってなくて、ZRをちょくちょくやっております。はい、ということで、クリア動画出せるかどうかわかんないですけど、出せる感じになったら出そうかなと思います。ということで、苦手の5期のスーパー2でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。